皆さんこんにちは、さすらいのあきんどです。それでは静岡ホビーショー2018モデラーズクラブ合同展示後半を見ていきたいと思います。いっぱいですね、いろんな素晴らしい作品があって、とても広い会場をゆっくり見て回る時間ありませんでしたが、気になった作品を紹介していきたいと思います。はい、会場で気になったのはやはり船の模型ですね。海の表現がとても素晴らしいです。海の中を進むですね、波の表現が素晴らしく表現されていて、そういった作品を見るとため息が出ます。船舶系の模型も非常に良かったです。はい、こちらの船の模型はですね、なんとですね、全て手作りだそうです。スクラッチ系でこういったですね、精密な船舶模型が作れるものかと非常に目を光りました。素晴らしい作品だと思います。こちらはアニメモチーフの少女週末旅行記かなの、ラストシーンですね。ラストシーンを、ジオラマにしたものだと思います。かっこいいです。はい、そしてこちらですね、車の横でですね、お茶会をしているのはエヴァンゲリオンのシンジ君たちでしょうか。楽しそうなお茶会がジオラマになっています。はい、そしてこちら廃材ですね、身の回りにあるものをいろいろ使って作られているプラモデルのコーナーです。材料はですね、すべて身の回りにあるものを作って作られていると解説されていました。すごいですね、こういったですね、フル装備のアーマーも自作されているみたいです。かっこいいです。そしてこちら人気のブースでした。稼働戦車模型愛好会ですね。戦車のですね、稼働模型を実演されていて、大人にも子供にもとても人気のあるブースでした。やはり動く戦車っていいですよね。こちらの悪役1号も稼働する戦車のようです。動くところが楽しみですけれども、動画等で上がっているので、皆さんもぜひ見てはいかがでしょうか。こちらの悪役1号も動くみたいです。はい、そしてやはり目がいってしまうジオラマ表現、こちらのですね、ヤシの葉っぱの表現とかですね、下のですね、葉っぱの表現がとても見事でした。ヘリコプターが突っ込んだ瓦礫ですね、瓦礫の表現がされています。こちら海岸で朽ち果てた戦闘機でしょうか。波の表現ですね、海岸の表現が素晴らしいです。はい、そして私、電飾がとても好きなので、電飾、きれいに電飾化されたプラモデルのコーナーを見つけました。ヤマト、スター・ウォーズシリーズと非常に凝ったですね、電飾化された素晴らしいブースを見つけました。こちらですね、よくよく見てみるとですね、なんとあの電飾で超有名な泥棒ひげさんのドローフというサークルでした。非常にですね、綺麗な電飾がされていて、こういった作品を生で見れるのもホビーショーの醍醐味だと思います。素晴らしい電飾でしたね。こういう風な電飾が自分でもできるようになったらいいなと、ため息が出るような作品を本物として間近で見ることができて、とても幸せでした。はい、そしてこちらパシフィックリムのチェルノですね。パシフィックリムのチェルノがナイフヘッドと戦っているシーンでしょうか。かっこいいジオラマです。そしてこちらボトムズの横にあるですね、屋根ですね、屋根の感じが、朽ち果てた屋根の感じがとてもいい感じだったです。そしてこれが爆発する飛行船ですかね、爆発する雲がですね、電飾が入っていて非常に綺麗でした。そしてこちら、マシンネンクリーガーの中にですね、猫が乗っている、猫が乗ってますね、猫が乗っている、
ジオラマというかフィギュアでした、うまく改造してあると思います。こちら中に入っているのは、どなたなんでしょうか。見たことある顔ですね。そしてスターウォーズですね。スターウォーズ系の、ジオラマもありました。こちらですね、チキンウォーカーを倒したイウォークですかね。イウォークのチキンウォーカーとの戦闘でしょうかね。いろんなジオラマのいろんな技法がですね、表現されていて本当にため息しか出ません。ジオラマ好きな私としてはですね、こういった木の表現が一体どういう風に作られているのかというのが興味津々でじーっと見入ってしまいました。こういったジオラマのですね、水の表現、そして木の表現ですね、一体どんな素材を作ってこういったリアルの木を作っているのか、とても知りたいところです。非常に精巧なジオラマを作ってみました。こういった葉っぱも何を使っているんでしょうね。そしてこちら養生プラントですかね。こういったジオラマも高まりますね。はい、こちらのミリタリージオラマですね、雪の表現が素晴らしかったです。一体どうやってこの雪の表現を作っているのか、とても知りたいところです。非常にリアルなですね、雪の表現がされていました。こちらダンケルクですね。おそらくダンケルクの映画のワンシーンのジオラマ化だと思いますけれども、ミリタリーモデルは本当に息を呑むものばかりでした。素晴らしいジオラマがたくさん展示されています。はい、こちら皆さん注目されていました、非常にですね、質感のある、フィギュアでした、体の一部がですね、メカになって露出しているという感じのですね、非常に凝ったフィギュアで、皆さん注目されていました。とてもいい作品だと思います。そしてこちら、ちょっと変わった作品だと思ったんですけれども、なんとミレニアムファルコンがですね、お菓子になっちゃってますね。よく見るとミレニアムファルコン、そしてこちらは、宇宙戦争かな、宇宙戦争の、非常に電飾された SF 系の、フィギュアですね。フィギュアでした。非常にかっこよかったです。そしてガンプラ、ガンプラもですね、かっこよくてですね、息を呑むようなものがとても多かったです。こちらガンキャノンですね。私ガンキャノン大好きなので、こちらのアレンジされたガンキャノンめちゃめちゃかっこよかったです。どういったパーツを使ってこういった風に作ってるんでしょうか。かっこいいガンキャノンを見つけてしまいました。そしてこちらジオングですね。パーフェクトジオングがですね、作例としてずらっと並んでいるコーナーがあったんですけども、ジオングかっこいいです。いろんなですね、作品としてアレンジされていたパーフェクトジオングが、ずらっと並んでいる姿は壮観でした。皆さんそれぞれ、個性的なアレンジをされていて、作例としてとても参考になる作品でした。とても、面白かったです。そしてこちら宮崎メカの悪役1号ですね。うちでも積みプラとしてですね、目の前の棚に飾っているんですけども、豚さんたちがついていて、つくとこういう感じになるんですね。ぜひ作りたいプラモデルです。そしてこちら、オーラバトラーのドラムロですね。オーラバトラー好きにはたまらない、とても渋い渋いビネットでした。そしてこちらドルゲですね。多分超人バロム1の悪役だったと思うんですけども、唇毛とかですね、イカゲルゲという名前だったと思います。バロム1ですね、この頃のですね、ヒーローもののですね、悪役のデザインは個人的には秀逸だったと思います。あ、やはりイナズマンですね。イナズマンの敵のリフォルメキャラクターもありました。とってもいいデザインだと思います。
そして小さなサンダーバード2号のジオラマを見つけました。小さなサンダーバード2号からさらに小さなジェットモグラが出て可愛いです。そしてこちら5スターストーリーのモーターヘッドですね。かっこいい仕上がりで、こちらも皆さんの注目を集めていたブースです。モーターヘッドかっこいいです。はい、そしてこちらのクラブさんなんですけども、こちらはですね、なんとですね、手書き、キャラクターをですね、手書きでボディペイントされているところでした。キャラクターはすべて手書き、筆を使っています。驚異的ですね。どうやったらこういったプリントができるんでしょうか。ボディ、RC ボディの透明なやつに内側から描いている感じでしょうか。素晴らしい驚異の技術だと思います。すごいですね。そしてこちらはアッカイですね。招き猫アッカイ、そして黒い三連星を模したアッカイですね。かっこいいですね。そしてこちらイオンですかね。ベースは多分ユニコーンだと思うんですけども、ユニコーンベースのイデオンのガンプラですかね。非常にですね、こちらも注目されていました。こちらマクロスメカですね。量産型のカラーがとても渋いメカだと思います。ガンプラ GO でしょうか。そしてこちらが渋いですね。渋い黒い漆黒のサザビー。そしてこちらも作り込まれたザクでしょうか。すごいミリタリー感があふれています。そしてこちらも見たかったブースですね。あの有名なですね、カーモデラーの YouTuber なべさんの所属する G&Cars のブースを見つけました。なべさんがですね、動画で作っておられた作例も実際展示されていて、あ、これがあの作品かと、じっと見てしまいました。ビッグスケールですね。かっこよかったです。実際ですね、動画で作られている作品を、実際、肉眼で見ることができてとても幸せでした。なべさんも、ちらっと見ましたが、見えたようです。はい、G&カーズさんでかっこよかったのはこちらの赤いアフリカですね。非常に細かいパーツまで作り込まれて丁寧な作品でした。レベルの高い作品がですね、目白押しの G&カーズさんでした。とても素晴らしいと思います。そしてまたまたメカトロウィーゴです。こちらですね、名古屋の建物を襲う巨大メカトロウィーゴメカですでしょうか。それを迎え撃つ自衛隊機といったような感じのジオラマでした。そしてこちら、JR のですね、コンテナを貨物に積む、JR 巨大ウィーゴですね。そしてこれ良かったですね。これアマゾンライダーのアレンジのメカトロウィーゴ、アマゾンウィーゴでしょうか。メガ電飾で光ってかっこよかったです。そしてこちら、かっこいいフィギュアですね。こういったフィギュアどうやって作るんでしょうね。かっこいいフィギュアの展示もされていました。かっこいい作品が、たくさんありました。はい、本当にですね、素晴らしい作品が目白押しのモデラーズクラブ合同展示会でした。こういった作品を見るとですね、世の中本当に上手い人が多いなと思います。自分の作品をですね、 YouTube に上げている自分がちょっと恥ずかしくなりましたけれども、頑張ってこういった方々の、素晴らしいレベルに少しでも追いつきたいと思います。とても参考になった一日でした。